終わって埼玉西武ライオンズは8勝13敗。まあ実は今シーズンの問題はホームで1勝7敗なんですよね。そうですね、はい、むしろロードに出てからは7勝6敗です。長いロードから帰ってきました。で1勝7敗というのはちょっと信じがたい数字です。いや、そうなんですね。本来どのチームも、はい、ホームチームでは勝ち越すっていうことが多いんですよね。でビジターで結構負け越して、はい、5割近辺をこう行ったり来たりするんですけどね、でも渡辺監督もね、いや本当に本拠地で勝てないのはお客さんに申し訳ないって言ってね、結構気にしてましたよ。これはいい当たりだ。伸びている左中間深いところ、どうだ、入った。中島第2号のツーランホームランが出ました。16試合ぶりのホームランが出ました。第2号のツーランホームラン、久しぶりに中島の一発が出ました。ツーランホームランが出て4対3です。中間の一番深いところです。そうですね、ボールも、ね、低めの球で、ね、あそこまで上がっていくような感じではないんですけどね、はい、よく飛びましたね。16試合ぶりの第2号のホームランが出ました。4月7日以来のホームラン、この低めのボールをすくい上げました。はい、本当ですね、よく飛びましたしね。しかも最後は片手一本なんですよね、はい。今日は試合前に通算の150号、4月7日に打った通算150号ホームランの表彰がありました。その4月7日以来の中島のツーランが出ました。これで4対3、1点差です。